アイテム番号 SCP-289JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-289JP は熱帯多湿環境に保った標準の生物収容ユニットに収容され、そこに設置される 120cm×45cm×45cm 以上の保湿性の高いケージにそれぞれ入れられた状態で飼育されます。研究のための人体実験には終了処分された D クラス職員を使用してください。現在 SCP-289JP の生息地域で財団による捕獲作戦が行われており、新たな個体が収容され規定の個体数を超えた場合には処分を言ってください。説明。SCP-289JP はおよそ30から40cmほどの体長を持つオカヤドカリカヤシガニの近縁種です。一般的なヤシガニに比べ発達した付属肢を持ち、平面や壁面を時速 10km を超える速度で移動することが可能です。性格は非常に、かつ慎重で、普段は岩の割れ目や穴の中などに隠れ住んでいるため人の目に触れることはほとんどありません。SCP-289JP が有する最大の特徴は人間の頭部をヤドカイのように利用するという異常な習性です。SCP-289JP は人間の生首の側頭部から脳室に舌体を潜り込ませ起することで人頭がもともと有していた視力、屈折、調節、眼球運動、両目視などといった視機能を掌握し、既存の感覚器官に加えて人間相当の視覚能力を獲得します。現在これを可能としているプロセスは解明されていません。SCP-289JP は常に防腐効果のある体液を分泌しており、そのため人頭部は通常の死体よりはるかに長期間の保存が可能ですが、視機能は数ヶ月ほどで眼球の劣化などの影響を受け低下し始めます。SCP-289JP は視機能低下に伴い定期的に、ヤドガエのため人間を狙った狩猟活動を行うことが知られています。その一般的な狩猟方法は標的に定めた人間の住居周辺に潜み、対象とその生活間境を屋外から観察することから始まります。その際 SCP-289JP は標的に本体を晒すことを嫌い人頭の両目を使用します。観察は主に夜間に壁面にしがみついた状態から窓の端、あるいはカーテンなどの隙間などから覗き込ませるような形で行われるため、標的は観察に気がついた場合でも人頭部のみを視認することになり、また観察行動を察知された SCP-289JP は素早く壁面を移動し身を隠すため標的が SCP-289JP 本体の存在を知覚することは非常に困難です。こうした行動は2週間から1ヶ月ほど継続して行われた後、さらなる至近距離からの観察へと移行します。この変化は視機能低下の進行と、標的の警戒心が増すことによる屋外からの観察機会の減少の2つが原因だと考えられています。この段階の SCP-289JP は標的の住居に侵入を行い、屋根裏、ベッドの下段、収納スペースなどに潜り込みます。SCP-289JP はそこからさらに数日間かけて標的の観察を行い、最終的に入れ眠らした標的の頸部を発達したハサミで攻撃し殺害します。その後 SCP-289JP は同じくハサミを用い頸部を完全に切り離した後側頭骨に穴を開け潜り込むことで、ヤドガエ、は完了します。それに伴い放棄された古い人頭部はほとんどの場合において持ち帰られた後に食料として消費されます。SCP-289JP は19都市、県の周辺地域で断続的に発生する異常な不審死が財団に注目されたことで発見されました。これらの事件は被害者が死亡前にストーカー被害や不審者の存在を報告していたことから、当初はそれに関連する猟奇殺人事件として捜査されていました。これまでに財団は計、体の SCP-289JP を確保、収容しています。ご視聴ありがとうございました。また
見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。